バイコヌールとシルダリア側バイコヌールはカザフスタン共和国クズロルダ州にある都市。現在はロシア連邦が使用権を持ち管理している。本来のバイコヌールはここから約 320km 北東のカラガンダ州ジェイズカズガン近郊にある工業の盛んな町である。発射場の位置を秘密にして特定されないようにこの名前が付けられた。カザフ語のバイコヌールには 裕福な茶色という意味がある。かつてこの地はチュラタムと呼ばれ、現在も鉄道駅の名称にその名を留めている。バイコヌール宇宙基地のために建設され、かつてはレニンスクと呼ばれた閉鎖都市であったが、1995年12月20日にボリスエリチンにより公式にバイコヌールへ改名をした。この都市の運命は、ソビエト、ロシアの宇宙計画やバイコヌール宇宙基地に、 影響されてきた。住民は基地の支持派と反対派に分かれ、悲劇の民と一部で呼ばれた。バイコヌールはロシア連邦がカザフスタンより年間1億1500万 us ドルの契約で街全体を咀嚼し、事実上の行政区として扱っている。これは同市にあるソ連時代の1955年に建設されたバイコヌール宇宙基地がロシアにとって今なお重要な 宇宙開発施設であることに起因する。このためバイコヌールの行政権はロシアが握っており、例えば市長はロシア大統領が推薦し、カザフスタン大統領が承認することで任命される。また、ロシアの法律が適用され、通貨もカザフスタンの天下ではなくロシアのルーブルが流通している。この咀嚼契約は1994年に合意され、2050年まで、 続く見込みである。ありがとうございます。